ははいこんにちはシャンダイシンヤですえ今日は Kindle のアプリを英語学習にどう活用するかその有効な活用法というのを僕がやっている方法を例にしながらお伝えしていきたいと思います今までですね僕はこの Kindle といえば端末ですねこの Amazon でやってる Kindle 端末をメインで使ってきました で、これはお風呂に入っている時とか読書するのにすごく役に立ちます。完全防水ですし、片手に持って扱いやすいので、まあ、すごく重宝してるんですが、まあ、英語学習で本格的に使おうと思った場合、やっぱり iPad がすごく使いやすいんですよね。なので、iPad のアプリのバージョンの Kindle、これちょっとやっぱね、操作方法とかも若干違いますので、まあ、この方に関して、えー、結構本格的に使い始めたのが、ここ最近という形です。ので、えー、そこで,ですね、いろいろ試行錯誤する中で見えてきた、現時点でのやり方というのを今回ご紹介します。 ご紹介したいいと思いますえもしあなたが今 Kindle を iPad で使っているとか、えー、今後ね、えー、買っていくテキストを電子書籍に変えたいと思っている場合はもしかしたら今回の内容は役に立つかもしれませんので是非最後までご覧ください。でまず最初に Kindle のアプリの基本機能を見ていきましょう。もしあなたが今まで Kindle を1回も使ったことない場合はこういうことができるんだねっていうのをまず機能で見ていきたいと思いますね。えまずこののの単単語語中でえ自分がマーカーカをつけたたいなと思った場合はその単語を ペッてね、タップします。ちょっと長押しする感じですね。そうするとこの E1 っていう場所に今色が変わりました。で、ここで自分で好きな色をタップすればいいだけです。このピンク色をつけたいなーとかね、青色つけたいなーと思ったらまあその色をつけるという形です。ここじゃちょっと試しに黄色にしてみましょうか、ね。黄色にしました。そうすると黄色が残るという形ですね。あとから色変えようと思ったらもう一回タップすれば大丈夫です。で、さらにこれに対してメモ帳の機能があります。ここですね。 ここをタップするとメモを書き込むことができます。で、ここにタ,タイピングしながら、例えば E1 だったらね、それぞれのとかっていう感じで、まあ、打っていくという形ですね。それぞれのみたいなね、そういう感じです。これそうするとここにちっちゃくね、このメモの印がつくので、あ、ここの単語にはメモがついてるんだなっていうのが一発で分かるようになってます。で、このメモの場所を触ると、ペットね。 そうすると先ほどのメモが表示されるというのが基本の作りになっています。で、ただですね、これは、Kindle アプリをこのオンラインで使う分には、まあ、正直、単語の意味は、ここね、メモ帳使わなくても大丈夫です。なぜなら、まあ、ちょっと今さっきも下に出てきたんですが、ここをタップすることで、自動的に辞書が立ち上がって、ここにですね、日本語訳が出てくるんですよ。これすごくね、便利ですね。え普通だったらこれ、辞書アプリを立ち上げなければいけませんよね。もしこの機能がなかった場合は、 ここにプラスアルファで辞書アプリを立ち上げなきゃいけないんですが、まあ、スプリットビューっていうのはね、これ一応2個までしかできないようになってます。まあ多分ね、まあ、今後もしかしたらね、変わっていくかもしれないんですが、少なくとも今の現時点では2つなので、えー、ここをですね、もう1回変えて、で、この辞書アプリをですね、もう一度こう立ち上げるみたいな感じですね。こういう使い方が必要になってくるんですが、今の Kindle の場合に関しては、もうこのままただ 英単語をタップすするるだけでで意味が出てくるという形ですもちろん詳しく説明を、ね、聞きたいなという場合はジーニアスとかの今のアプリを出した方がいいかなとは思うんですがまあ、パッと意味を知るぐらいだったらもう十分これでいいのかなと思います。この辞書に移動ってとこもねタップするとさ,れさらに詳しく出てきますし、えーねえー、例えばまあ難しい単語なんかも結構出てくると思います。例えばヒューマニティとかですね、はい ヒューマネティをこうやって見たときにあ、人間性だねとかってね、出てくるわけですよ。で、ここの辞書に移動ってところをタップすれば、さらに詳しい説明が出てくるという形です。で、戻りたければ、もう一回ここの戻るボタンを押せば、ポッと戻ることができますね。はい、ちょっとこれ、いい位置、一回消しときますね。で、えー、これもうし必要なくなったなと思ったら、これね、削除をすることができます。この×ボタンですね。これを押すことによって、 え消すすことができますでメモもこれ削除することできるので、えー、ここですね削除ってところを押すと消すことができるという形です。はいえー、これがね一応基本機能です。で僕にとって今使ってて一番いいな楽だなと思うのはやっぱりこれです。このポンと押した時にすぐに辞書が立ち上がるってやつ。これね思った以上にね便利ですね。 これがあることによって僕は今 Kindle から離れられなくなってるっていう感じがします。以前の PDF ファイルを使ってた時にはこういう機能はないので当然。でもしこれを仮にもうちょっと詳しく知りたいなって思った場合、ちゃんとした辞書アプリを使ってより詳しく知りたいって場合は、ここにあるコピーのボタンを押します。あとここはコピーしましたって出ますので、これを辞書アプリを立ち上げて、で、ここの検索の場所に ペジッとね、こう、ペーストしていけばいいわけですね。そうすると、さっきの単語は出てくるという形です。うん、え、で、辞書アプリを使うときに一番面倒なのは、この打ち込むことなんですよね。で、ちょっとでもスペルをミスすると、違う単語が出てきちゃったりとかってことがあるんですが、まあ、n d l e の場合ですと、そのまま文字をコピペできますので、まあ、すごく便利です。この辞書アプリを使おうっていう場合でも、すごく便利に使えるなと感じています。えー、以上がですね、この、え、アプリの基本的な使い方です。で、あともう一つは、このスプリットビューですね。この、 真ん中で分けて、で、こうやって、えー、音声を再生するアプリと連動させることができるので、一つの画面上に表示させることができるっていうのもいいところですね。まあ、これは Kindle の機能というよりも、どちらかというと、このね、iPad 全体の機能ではあるんですが、まあ、僕はこの Audible というのを使っています。Audible も Amazon が出している Kindle とすごく相性の良いアプリなんですが、まあ、これは、僕が買ったこの電子書籍。 ネイティブ向けの電子書籍と同じ内容のものこれを読み上げているもの著者がご本人が読み上げているものがこちら側の音声に入ってますのでそれを使って音読トレーニングをしているという形です。はいでこれをじゃあ僕がね実際にどう使っているのかというのはねこの、えー、色とかこのね色分けとかも含めながら詳しく解説していきます。 でこの色分けを説明する上で一つですね、えー、僕が以前やっていた方法を解説します。そっちの方がね、分かりやすいかなと思うので、えー、以前はこういう方法を取ってましたということで、えー、さっきと同じテキストなんですが、えー、これをですね、PDF ファイル化して、PDF のを開くアプリですね、こちらです。PDFExpert ってやつなんですが、これを使って で、やっていました。で、これのいいところとしては、このペンが使えるってことですね。アップルペンシルを使って書き込みができるっていうのが一番いいところです。で、これに関しては、使い勝手で言うと、やっぱり手書きの方が僕は個人的には好きです。が、さっき言ったその Kindle の機能、基本機能ですね。えー、ぴゅっとタップするだけでこの文字を、えー、ポーンと辞書アプリが立ち上がるっていうのは本当に便利ですね。え、その機能はここにはないので、 まあ、それどっちがいいかっていうのはね、本当に人によって変わるかなと思うんですが、まあ僕は結構これを長く使ってきているので、今でもこっちの方がまあ使いやすいかなっていう気はするんですがえ、まあそれぞれやっぱね、一長一短というところですね。はい。で、以前のやり方としてはこんな感じです。はい。えー、ここです。このね、正の字が書いてあります。これは僕は音読をするたびに、ね、一日のメニューを終わるたびに今日何回やったっていうのをこの正の字で書いていきます。基本的には一日6回ぐらいですね、えー、やってます。で、6×5 で、5、6、30で1週間。 まあ5日間から6日間かけて、トータル30回音読したら、ぴットと丸をつけて、で、このユニットは終わりみたいな感じにしていますで。ちなみにこのユニットもですね、自分で決めてます、長さを。というのも、このテキストに関しては、英語用の、英語学習者用のテキストではないので、普通の一般のネイティブ向け書籍なんですよ。だからチャプターが長いんですね。1個の CD の音声、例えばこれちょっとね、えー、今これ早いもんですけども、えー、このね、オーディブルを 出すすとですねこのオーディブルを見るとこのね12分13秒ですねえ13分とかあるわけですよ1つのトラックがでこれ長すぎです長すぎるので代わりにえ自分で決めていますここをねトラックを、はい、なんで例えばこっから始まりますとで始まるとしたらこれは3分6秒のところから始まりますよだからこっちの音声の方も3分6秒のところから始めてくださいねでスーッと来てでここです 5分26秒という形ですね。で、えー、こういう感じでまた次のところが来て、えー、で30回終わったらここって感じですね。っていう風になっていますので、まあ、僕の中ではまあ一番大事なポイントとしてはこの30回の正の字が書けることそしてチャプターごとに区切りやすいことそしてここに頭出しやすいように分数が書けることっていうのがあります。 で、あとはまあ、マーカーを引いたりだとか、まあ、自分がわからない単語とかえ、こういう使い方あるんだなって思った表現とかをこう、線を引いていくみたいな、そういう使い方ですね。はい。で、これはポイントです。で、あとね、これ、パーってたまにね、手が滑っちゃって、こう、バーって行ってしまうことなんですよ。このページが一気に。なので、このしおり機能ですね。これも結構大事で、えこの場合はですね、ここをタップすると、ここにバーっと、 番号が出てきて、でこれ番号を自分で振ってるんですが、ここを押すことによって、一気にその頭出しができるようになってるんですね。はい。で、まあ、一応これ頭出しとはいえ、まあ、しおり機能なので、ページの最初の部分、ここの部分にしか付けられません。この真ん中とかはちょっと付けられないんですが、まあ、普通の本と同じように、ちょうどこの、ここですよってところにね、印を付けられるという形です。はい。で、 これがまあ僕の今までの使い方なんですよ。で、これをできるだけ Kindle で表現したいなっていうことで今やってるのがこの方法ですということで。はい、で、使用き機能はこれにもあります。で、ここまずね、ポイントとしてはこの僕の使い方はこの Kindle をこのスクロール型にしたことですね。縦スクロール型にしています。えー、そっちの方がね、 やりやすいんですよ。これ、縦スクロールじゃない場合だと、こう横にシュッシュッってスワイプしていかなきゃいけなくて、そっちの方が本っぽい使い方はできるんですが、まあ、僕にとっては、ちょうどその文章の区切りのいいところで、はい、ここまで、ここで1セクションみたいな感じにしたいので、この縦スクロール型の方が使いやすいです。まあ、これは設定で色々いろいろいじれますのでね。はい。で、あとはですね、色分けとかの部分なんですが、まずね、先ほど言ったこの、正の字を書くってやつです。これはですね、 このメモ帳機能を使ってますね、えー。例えばここ、この部分、一番最後の部分なんですが、ここの部分にこの回数を入れていくことができます。今日1日6回だったら6回ですね、3回だったら3回って感じで、でトータルが30回以上になったら終わりという形です。で、えー、これはですね、自分の中でこのチャプターを決めるにあたって、このオレンジで挟み込むようにしてます。このオレンジが出てきたら、次のチャプターですよ、このチャプターの切れ目ですよっていうふうに自分で決めてます。 で例えば今回だとこことこここですね。ここちなみに今色変えてあるんですがこれ全部終わって30回やったら分かりやすいようにここ黄色に変えてありますが最初はねオレンジオレンジなんですねこことここがオレンジオレンジにしますそしてこの間に挟まっているのがこの1チャプターというふうにしてますで最初のこのオレンジのこの頭の部分は何分から始めますっていう頭出しの部分ですねこの0分13秒からこの 英文がスタートしますすよっていう合図ですなのでこっちのオーディブルの方の調整の時に13秒を狙っていくという形ですね。はい、でまた次のユニットが来たらここねバーッと来て、はい、そしてここでまた区切りですね切れ目です。でここはもうまた色変わってますので30回も終わりましたでまたこう来てでここ今色変わってないですね、はい、このキャナダ・グースの場所ここはまだやってから回数6回しかやってませんので。 はままだ終わってませんで次の「頭出し」も一応ここまだ印がつけてあるんですが次のチャプター決めてないのでまだ後ろはバーっていいう感じででですすこ使方ねであと真ん中の部分のここですねこの色分けなんですが一応これね赤い文字に関しては僕は自分が知らなかった単語とかえ知ってる単語なんだけどあこういう使い方あるんだとかこの文脈ではこういう意味になるんだみたいな表現に関しては赤をつけてあります。 でで意味ははここには書き込んんませんもうめんどくさいので、まあ、ここはねピュッとね押せばいいだけなんでそうすればポーンと意味が出てくるので、まあ、これに関してはもうねいちいち書き込む必要がないっていうのはすごく便利ですね。でもしこれを語源とかを調べて語源をはっきり覚えたいとで一発で覚えられないからメモしたいっていう場合に関してはここに対してメモ帳を使ってえ、まあ、語源を書くこともありますが、まあ滅多にないかなという感じですね。はい えー、という感じです。で、あと、この青い文字に関しては、えー、自分の中でこれを使えるようになりたい。自分の言葉として発せられるようになりたいなっていう内容を、ここね、線を引いています。まあ、これは、あの、Five Love Languages っていうね、やつで、えー、まあ、男女のパートナーシップのものになりますので、まあ、自分が英語で発信しているチャンネルのテーマと全く同じになってますので、えー、このフレーズそのまま丸ごと、 自分の台本として使いたいみたいなね。そういうものをこうね、ピックアップしているという形です。それは青で表示しています。なのでこの青の部分に関しては普段音読しながら、もうできるだけテキストなしで暗唱できるようになるまで練習しているという形です。なので30回ルールは一応全体に対して使ってて、この青い部分に関してはもうちょっと回数を増やして、もう完全に暗唱できるようにしているという感じですね。まあそれは一応僕のやり方です。はい。という形ですね。 まあ以上が僕の今回のこのね、Kindle の使い方になります。まあ、これね、すごい便利です。実際やり始めてみて気づいたのは、結構この PDF エクスパート使ってた頃とそんなに遜色なく使えてるなという感じです。まあ、強いて言えば残念ポイントは僕の大好きなこの Apple Pencil が使えないというところですかね。まあ、もしかしたら今後ね、アップデートされてこれが使えるようになったらすごく嬉しいなと思ってるんですが、まあ、現時点では使えないという形です。まあ、ただ一応いろいろ工夫することによって、この機能をフル活用すれば同じようなことはできるなというところですね。 で最後に、このオーディブルですね。これをちょっとね、解説をしたいと思います。機能の部分をえ。結構これね、シンプルなんですが、意外に最初の初期設定だと使いづらい部分があったりするので、そこをお伝えしますね。えまず、使い方としてはね、シンプルです。まず、ここのプレイボタンを押すことによって、音が聞こえます。こんな感じです。みたいな感じですね。こ、はいこれになります。で ここの戻るボタンと先に行くボタンを押すことによってちょっと戻ったりできますね。ただこれがですね、最短で10秒になりますので、ちょっとね、ウォークマンとかに比べると使いづらいなという印象です。ウォークマンの場合だと戻るボタンを押すことによって3秒戻ることができますね。なのでそれに比べるとちょっと長いなという印象なので、1フレーズ分だけ戻りたいみたいなことはちょっとやりづらいですね。もともとこれ語学学習モードみたいな感じではないので、普通の、まあ、耳で 聞く、耳読書っていう,いう位置づけで作られてますので、まあそれはしょうがないかなとは思うんですが。まあ一応10秒ですね。で、ちなみにこれデフォルトの状態だとこれ30秒なんですよ。で、30秒だと長すぎます、正直。なので一番少ないこの10秒にする方法をちょっとお伝えしておくと、ここですね。これすごいわかりにくいんですが、点点点。この点点点を押すと、 こう出てきます、いろいろ。で、さらにこれ分かりにくいのは、ここにないんですが、ここをね、シュッてスワイプすると、下の方にですね、プレイヤー設定で出てくるんですね。最初僕これね、見つけるのすごい苦労したんですよ。で、これをタップすると、ここに、えー、プレイヤーの早送り、巻き戻し、 の秒数をこう設定することができますので、えー、ここで自分で選んでいくという形ですで先ほどお伝えした通りこれデフォルトは30秒になってますのでこれじゃちょっと使い物になりませんので10秒にするという形です、まあ、僕の要望としてはねこれもう少し5秒とか3秒とかなん、えー、なら1秒ぐらいまで選べたら嬉しいななんて思ってるんですがまあ、今後のアップデートに期待という形ですね。 で、えー、こういう感じで戻ってて。で、割とここに関しては、スライダーは結構使いやすいですね。えー、特に iPad を横にして使った場合は長いので、まあ、こうやってシューってこうね、指で、えー、押し、触りながらこうシューって移動させていくことができますので、割とここに関しては使いやすいなぁと感じます。まあ、ただ僕は普段はですね、ここの、えー、Kindle との,このダブルで使って、しかもちょっとこっちをね、ちっちゃくしてますので、まあ、そういう意味ではここのスライダーが短くなって、操作はしにくくなっているなぁという印象ですね。 はい、というのが、えー、まずこのね、えー、基本的な使い方です。であともう一つね再生速度に関しても実はこれね調整できるんですよ。結構便利で、えー。この辺はもしかしたら語学学習者を意識してるのかななんて思うんですが、えー、ここですね今かける1になってますがここをかける例えば0.5とか、ね、にすると半分ぐらいのスピードで喋ってくれますので。こういう感じ。I そんなにね声も こう声のトーンが、ウニャウニャウニャみたいなね。早くすると、ウニャウニャウニャとか、遅くすると、ウォーウォーウォみたいな感じにはなりづらいですね。えー、ちょっと2倍でやってみましょうか。2倍だとさすがにあれかな。ちょっとやってみましょうか。2倍だとさすがに大きいですね。えー、ちょっと1.5倍ぐらいしましょうか。1.5倍で。Brent、うん、was thinking feeling h a t hundreds of thousands of husbands have thought and felt through the years.、はい この今の声は、ちなみにこれ地声ですね。ドクター・チャップマンさんの声は、地声がこのぐらいなので。The, はい、このぐらいなので、まあ、そんなにね、ウィヨウィウィウみたいな感じには聞こえませんよね。と、はい、いう感じです。しかも再生速度ね、かなりこれ変えられますね。えー、最大でなんと3.5倍まで変えられますので、えー、相当早くできるなという印象です。遅いのは0.5がマックスかな。 そうですね半分が MAX という形なので、まあ、僕は一応ね今はスピードコントロール機能は使ってないんですが、まあ、多くの場合スピードコントロール使いたいなって人多いかなと思いますので、えー、これも一応機能としてあるという形ですね。で割とオーディブルこれ無料でダウンロードできるアプリなんですが使い勝手は結構悪くないなという感じです。まあ、もちろんウォークマンの語学学習モードには負けるところはありますが、まあ、それでも割と使えるなという感覚ですね。 はい、でちなみにちょっと余談なんですがこのオーディブルのアプリはですね、えー、ダウンロードした後たまにですね、まあ、1年に数回ぐらいかな,あのなんか無料キャンペーンみたいなのやるんですよたまに。多分あの読者を獲得したいからだったと思うんですが、えー、この期間さすば1週間とか2週間無料ですよみたいな期間があってでその期間に。 ダウンロードしたたテキストっていいううのはのは、そそまままげすみな、ちょっと太っっ腹なな企画なんですね。まあ、ちょっと今後どう変わっていくかわかんないですが少なくとも僕が今まで経験したそういうセールっていうのは、えー、このねお試しキャンペーンって言ったらいいのかなお試しキャンペーンはこれをねくれるんですよ無料でなので僕は一応このオーディブルに関しては今現時点では、えー、定期購読はしてません なんで、普通にこのテキストは無料体験期間の中でダウンロードして、で、そのままプレゼントされたっていう形なんですよね。なので、これすごくね、便利ですね。えー、何気にこのオーディ l ルいいと思いますので、まあ、試しに一回入れといてみてですね。で、その無料キャンペーンの期間が来たら気になるテキストをとりあえずダウンロードして、まあ、何冊でもダウンロードできるってことはないと思うんですが、まあ、多分、冊数制限はあると思いますが、えー、僕はとにかくこの一冊さえ手に入れれば、これだけでもうね、 1>, 1年2年ぐらいずっと音読しまくれるので、まあ、結構コスパいいというか、まあ、そもそもコストがかかってないという点でね素晴らしいなと思っています、えー、で、まあ、この Kindle アプリ自体も無料でダウンロードできますので、まあ、とりあえず使ってみてで多分ね無料であのダウンロードできる多少サンプルみたいなのもあると思うんですよそれをちょっと使ってみてまずは自分にとってこれが使い勝手がいいかどうかっていうのを試すのもいいんじゃないかなと思います で、一冊のね、あたりの値段も紙の本に比べると安かったりしますし、特にこういうね、海外の書籍の場合だと、すごく買いやすいですね。紙の本だとすごくデリバリーに時間がかかっちゃって、届くまでか,かなり待たなきゃいけないんですが、まあ、電子書籍だったらポーンとね、ダウンロードして終わりみたいな感じですので。で、あとは英語のテキストですね。最近はこの普通に紙の本で売られている英語学習者用のテキストも、Kindle 版が出ているものが多いので、 でそれをこう、Kindle 版でダウンロードするのもありだと思います。例えば、あなたが今使っているテキストで紙の本があったら、ちょっと Kindle 版の無料サンプルをダウンロードしてみて、で、最初の数ページ分ぐらい読めたりするので、で、そこでちょっとこの辺の機能を試してみて、で、いいなと思ったら、そのまま購入すれば、この中に入ると、この iPad の中に入るという形です。で、えー、最後にもう一つね、僕、お伝えし忘れました、この、 しおりですね。このしおり機能があるんですが、このしおりがね、結構実は Kindle の方が使いやすいです。な、え、ん、ー、でかっていうと、このしおりをですね、こう見ていただくとわかるんですが、えー、このね、ブックマークっていうところね。ここ今、1、2、3、4ってね、4つあるんですね。で、この4つを、まあ、それぞれこうタップするとそこに飛ぶんですが、えー、実はですね、これ、必ずしもページのトップである必要はない。 ということなんですね。これがね、非常にいいです。えー、僕はすごい使いやすいですね、えー。例えば先ほどのこれね。ちょっと残念ながら、ここのブックマークに行くまでがちょっと若干手間がかかるんですが、例えばここですね。はい。今、ここに飛びました。で、これってページの途中なんですよ。実は。はい。ちょっとわかりにくいかなこれ。そもそもページの区切りがわかりにくいですね。ちょっとページをあれにしましょう。えー、この、この部分をですね。 レイアウトを、えー、連続スクロールじゃないパターンにしますね。そうするとこんな感じで普通にこう横にスワイプしていくパターンになりますので、これだと分かりやすいかもしれません。はい、で、ここはご覧ください。この I told Becky that I would see if b r e n d would talk with me ってあります、はい。この部分に僕はしおりをつけました。で、これをもう一度。 ここに戻しますよ普通のやつに。あちなみにこれここです。この AA ってところをタップしてでこのレイアウトっていうところをタップしてで連続スクロールっていうところにチェックを入れる。そうするとこれが縦スクロールに変わります。はい、でもう一度見てみましょうかさっきのねベッキーの場所。はい、ブックマークで、えー、ここですね。I told ベッキーの場所です。ここをタップするとここにもう頭出しされるんですよ。I told ベッキーから。 はいこれ先ほど見た通りページの途中でしたよねこれ。ですがページの途中であってもちゃんと頭出しができるっていうのが素晴らしいところです。これはさっきお見せした PDF エクスパートにはなかった機能なので、まあ、Kindle ならではのメリットかなと思います。と、はい、いうところですね。はい、これちょっとねちなみに補足として付け加えておきます。はい以上になります。 これが現時点での僕の今の Kindle の活用法という形です。もちろんね、他にも Kindle の機能を本当に使いこなそうと思ったらいくらでもあると思います。し、僕よりも上の人はたくさんいると思いますが、あんまりたくさんの機能をね、最初から全部使いこなそうみたいにすると結構苦しくなっちゃうと思います。で、僕はできるだけシンプルにしていくのが目的なので、あんまりですね、この機能にこだわりすぎずに自分が必要なものだけを 抽出しててててややっっっいくってことをやってますので、あこのやり方が一番ベストかなという,ふうに感じてます。まあ、これ以上の機能があったとしてもそこまでまあ使う機会ないかなと思いますし、まあ、できるだけ音読すること音読する回数をその30分なら30分の中だけでこういかに増やしていくかってことなのでそう考えるとねあんまり操作に時間がかかっちゃうともったいないなと思いますのでそういう意味では僕はねこのスタイルは気に入ってますね。 はい。という形でいかがだったでしょうかあなたの m v o c にね、ちょっとでも役に立てたら嬉しいなと思っています。まあ、よかったら、あの、Kindle もね、u d i b l e も無料アプリですので、一回ダウンロードしてみて使ってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。で、もし今後また新しい使い方とかアイデアを教えてもらったり、思い浮かんだりとかしたら、こうやって動画でシェアしていこうかなと思いますので、楽しみにお待ちください。はい。では以上です。Thank you for watching!See you later!